皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、7月24日、15時12分、グレンダイザー U についてなんですけど、まあ、他の動画で、何かコメントされてる方たちとかの話とか、まあ、一部こう制作段階で僕の状況とかをいろいろ聞いたときに、このままだったな。まあ、いろんな話がいろいろあったんですよ。だから、意図で聞いたと思いますよ。笑わせるように作って。僕も原作名通したことないかわからないんですけども、1975年に放映されてたみたいで、僕は生まれてくる2年前の作品なんですけども、それをまあ、グレンダイザー U として、まあ、サウジアラビア、アラブの石油王、方たちからのご支援で作っていただいたということで、一般では日本でなってます。第2話を見た時なんです。いきなり第2話からこう言わせていただきますけども、言いたくて言いたくてもしょうがなくて、最初グレンダイザーから胸から出てきてみます。一回目、最初の一回目、ハートが立って皆さん気がつきました。相手攻めてきて。防衛の戦ってるはず。しかも相手女性キャラクター、女性キャラクターだったような気がするんです。わかった。僕のことを表現してる。フルーツラッパック乗り込んでこられた。分かんない分かんない。ですぐもう第2話の間にこう違う角度でね、こう上の方からもう一度胸のビームを打ってる時はもうハート形が完全になくなってます。第1話ではっきりさせているのは、マジンガー Z よりもはるかに高性能のロボットで、まあ、大和製連合軍って一応、それまでね、まあ、主人公の記憶を失って、こう、砂漠で倒れ込んでいたっていう設定のグレンダイザー U のパイロットのデューク・フリードけど、なんか途中から大輔さんって呼んでましたけど、カブトコーチがマジンガーズのパイロットうんってか頭なんかハテナマークになった。ニュークフリーのあれ大輔さんどういうことだったっけってこうもう笑いすぎてるから。グレイの皆さんのね、会心の一撃って、まあまあブレイキングナウっていうのもいろんなこと総合決算一歩間違えたら全員同士打ち。オリンピックのダンスのこともそうですよ。僕、最初ブレイクダンスぐらいのね、そんなにもう種目更新だったらもうブレイクダンスでええやんって、もう飛んでいく一人でいい。あんな人たちなかなかおらへんでしょって。一応まあ世界丸見えか何かでね、すごそうな日本人のね、ブレイクダンスの人を公演で披露して、日本人にも踊れる人いたんだみたいな、こう多分日本国内向けにこう煽ってただけで、アメリカでもそんなに踊ることに執着してる人いないと思います。じゃあ分かんないよ、みんな何がすごい、まあ、すごいことはすごいっていうのは分かるんだけども、いやだから同じように踊ってねえと得点基準全然分かんない。ブレイキングのブレイク、壊れる。一文字飛ばす、キング、チャンピオン。総合格闘技の方も、もうこれも腹割った話でね、何回もあったんですよ、まあ、リングお取り上げの話とか。で、まあまあ、どこからどこまで正義ことなのか悪いことなのかの話も、いろんな意味ですよ。よく見たら、プライドの頃からなんですけども、兵頭さん、たまに、
首1個か顔と食いしめに行ってるのかチョークするい思い出した。で戦績だけ見て本当にすごいみたいなこうイメージ、まあ実際すごいんでしょうけども、打撃とかも打ち合いとかも強かったですから、だけどもだけどもですよ、相手はチョークスリップ話で自分はチョークスリップ、これは一つ目のまああの総合格闘技の方ので、まあ今の佐々木原さんの声で死って言ってきてこれむしろ言いたくなるんですよそれまあ髪の毛茶色に染めて僕の横歩きながら、普段黒髪でしょ、髪の毛茶色に染めていて、 あれなんか見たことある人やぞって思ったんですよ。で途中で向こうから言ってきたんですよ、無理って一人で歩きながらね。それで、あ、中央区の方に自動車の生産やめるように言っといてもらいますじゃあこれ笑いながら言ってますけど、それは大真面目な話の方で、本当にみんなであの自動車の生産止めなかったらこれエネルギーの残存量問題で本当にあの後なくなるんで、続きます。あっさりとその横倒りすぎ無理って言って、頼むって声が聞こえてきてるんですよ、さっき原さんの。もう事業やめません、もう人口の本当の絶対数も分かったでしょ、もう、まあ、とにもかくにもまずオリンピック終わらせて、もうや解散させて、もう二度となしにして、で、もう今年のパリオリンピックも日本人の選手団だけで飛んでいく人410今も昔は参加国少なかったんですよ、で種目も少なかったんですよ、いや増えっぱなしで一番に良い日本ゴルフなんかありましたっけ、オリンピックで、もともとなかったですよね世界で飛び回る人の数を少なくしてエネルギーの消耗を少なくして試合数も絞らなかったら、音楽業界のライブとかいろいろあるから、もう本当の人口の絶対数もうみんな分かったでしょって、絶対埋まらへんから全部活躍したところ最初から無理設定だから種目の数削るしかないっていうことで、でそれで出すか天心彼あのボクシングの方来たでしょ、で多分もう総合格闘技あかんわっていうことで、あの他国でも死亡事故とかも出てるから、そのもう喧嘩主体になってる部分とかいろんな業界の争いとかその市場とかも挟んでるから、まあ一応その話があってね、電波であの地上波で放送、一般のテレビ局で放送をしてるときにもね、その、まあ、総合格闘技、まあ、ライジンとして、まあ、良い話、全面に押し出して、いや、まあ、それはそれで良い話でいいと思いますよ。そこには、憎しみのない他国との人の、格闘技の試合等があって、ただね、もう、ボクシング業界もね、ウクライナのフェイクニュース、あれもおかしい、ロシアとウクライナので、その辺水面下で何が行われていたかって言ったら、今年の5月に、どうやらボクシングの、もうさすがにそこは嘘ないですよね、ボクシングのヘビー級の4団体統一チャンピオンが初めて生まれたんですけども、ウクライナの人なんですよ。もうほとんど無理設定で、無理やり階級を上げていったような形で、ヘビー級に乗り込んでいって、アイデン・フィーリー選手が本当にちゃんと体鍛え込んでいてる、2m16cm の方でしたっけ、 14cm の方でしたっけ、めちゃくちゃ大きいイギリスの選手の人でね、あでもうリング上がってる時、フィーリー選手あんまりもう体鍛えるの放棄してる状態リング上がっていて、いやこれ多分ね、そのいやこれウクライナの大使館の人がもうそんなにニュース放送しなくていいからって言うしかないと思うんですよ、あのややこしい戦争のフェイクニュースいやフェイクニュースで買ったら読んだんだいと、いやもう本当はイギリスのフューリー選手の勝利でよかったのではってこう収拾つかない、こんな量
僕もね、今もうちゃんとホームページにあれこれ書いて、もうスポーツの勝ち負けから完全に降りてる状態で、のはず、はず、はず、は、ま、いないのかな、時間とか、もう動画遅かれ早かれ。見ちゃうから、いずれ結果が気になる。まあ、グレンダイザー言うの話、もう一回ちょっと戻りますね。そのブレイキングナウっていうのも、もういろんな話いっぱいあって。一応まあ、その主人公のデュークフリードさんは、まあ、どっかの星の、ごめんなさい、どっかの星の。フリード星でしたっけ？で、ベガザへっていう国と、一応グレンダイザーが、頑張って戦ってた時は侵略を防いでいて、正当防衛成立で 一応和平条約とかを結んでたみたいなんですけども、グレンダイザーがなんかまだ話が出てきてないかわからないんですけども、グレンダイザーが暴走するような形で自分の国がね破壊されたみたいな話になってるんですけども、これはもう僕の勝手な身勝手な推測ですよ、予想ですよ。多分そういう記憶をすり込まされてるんじゃないかな、とベガ星連合軍に。で、ベガ星連合軍 最初こいつがボスかなみたいなキャラクターが、まあちょっと年配の人で、よーく顔見たら困った顔してるんです で、若手の調子乗ったやつが、まあ第2話で攻めて出撃してくるんですけども、最初グレンダイザーにやり返されて、で、まあそいつがね、こう、まあ、グレンダイザーに、まあ、負けて、で、まあ、その、老人の、その、まあ、後から、まあ、司令官だなっていうことが分かったんですけど、そのボスみたいなやつ。顔パカってあって、なんか、小さい女性の、ややばあさんが出てきて、年齢層で その調子乗って出撃したやつ 稽古で持ち上げるんです そこまでさ 面白い方向性 おかしい方向性しかもう見えないから その困った顔の使命感が出てくる。顔また赤えんか また すっとんきょうなこと言わへん なります 見てろ。で、もう何もかも 真面目だし おかしい方向性からだし 見れなくなるんです 設定上はね、真面目な設定方向からで考えると、どう考えてないと真面目に作ってないんでしょ 絶対面白い話、笑い話込みじゃないと、まあ、彼も、もうずーっと追い詰められてる方やから、笑わす話なかったらこれ多分無理やっていうことで、そうしてるんだと思うんですけども、そのデューク・フリード、まあ、途中でコウジ君が大輔さんって呼び始めるか だいぶややこしいんですけども、専用の乗り物なんですよ。で、カブとコウジがね、乗ろうとした時に お前乗るなみたいな感じ グレンダイザーいうか 赤いビームが出てきて レッドカーとサッカー会社 プロモーションビデオの頃 僕も以前一回してました。このエンドヤスイートの声でしって言って来られてるんですけど UFO ロゴでしょ、カップ麺の UFO あるでしょ 後からよく見たらグレンダイザー U がこう、車かな、中に誰かが乗っていて、こう、抱えて飛んでいってるんですけど、飛んでいくんです。お湯散歩とか、こう、電話とかで、
面がこう伸び伸びになってしまう。飛んで背にこのジャンプロモーション見てある意味会心の一撃流しにこうあの捨てていたらこうステンレスで作られてるから急に熱いお湯かけられた向こうボコって言うんでしょ。格闘技全集あのおかしな目を見張るもんかこれだって試合前絶対みんな負けた見たらかあの試合感覚として見るとしたらもうこの動画も試合始まる1ヶ月ぐらいは期間空けとこさすがにそれくらいやったちゃんと試合に集中できるか試合終わった後とかあんな面白いとは思わなかったよ肝心のストーリーもっとすごいのあの出てきましたよ戦艦でダイヤモンドの指輪どう見てもそうベガってねあのちょっと一応長話しますけどもゲーム業界も集合あのストリートファイターのベガってもともとあのキャラクターは男性ですけど、ベガって思った。星の名前。女性、神話の話とかで。で、なぜそうなったかっていうのは、その、これで本当に悪の総帥が女性っていうわけにもいかんやろ、男としても。で、やっぱりそこ男がっていうことで、ね。で、あの、絵のモチーフになってるのは、映画で帝都大戦っていうのに出てきた加藤っていうキャラクターで、まあまあ、それもあの、神がかり的な力とか、そういう風な世界とコンピューターのハイブリッド、もう常にその頃から描かれてるんですよ。もう1980年代ですよ。あの、帝都大戦でもう映画館で劇場放送されたの。まあね、まさか、ベガ星連合ダイヤモンドの夕暮れに戦艦化して絶対そう思いますが他にもねもういろんな名前がいろんなことがねもう名前とかでいろんなこと気づきますから本当にもはあまあいろんなアニメの名前に関してもいろいろ気がつきますで本当にまあストーリーどれだけ真面目にしてもねダブルオーガンダムの主人公刹那 F セイイエイイエイあの昔こう亡くなった方をこう額縁とかにこう飾っていたイエイエイ写真ですすごい強引に音楽業界がイエイって言い始めこれちゃんと説明してからみんなライブ会場でこう言うときにちょっと周りの反応見ながら、あんまりない勢いじゃなくて、軽めに、イエーイぐらいにこう言ってみて、会場な。お客さんの反応ちゃんと見といた方がいい。もう本当のこと言いますよ。今年ね、ワールドビジネスサテライト系列のテレビ東京、ワールドビジネスサテライトだったと思うんですけども、第二次世界大戦の頃からね、東条英機っていう人、死刑判決出てますけども他にもこう自分の胸を打った話とかが出てきてましたけども死んだふりアメリカの兵からこう輸血してもらっていてそれ輸血に見せかけて東条英機もう呼び捨てで言いますよ東条英機とつながってないんですよその先はどうなってるか分かんない多分輸血のパックだと思いますその当時血のりがなかったから嘘昔も多分それ見たのかもしれないですね僕友達とその沖縄に米軍基地本当にあるからほんとこの国どうなっとんねんっていうことでこれやっぱり
軍事評論家とかあんなこと言ってた方が負けなんちゃうって。エネルギーの残存問題の方って。みんなオイルショックとか、ほんまや学校で習ってるわって。本当は戦争なんかみんなしなかったんちゃうってなって。本当にあるから見に行こうっていうことで。で、オートバイを友達とあのフェリーに乗せて大阪の南港から。もう高速フェリーですよ。めちゃめちゃ速いですよ。波が穏やかで。だからなんとかなってるだけで。波荒れてったらどうせ乗ってる。あんな大きいフェリー。あんなスピード出す。それでも三十何時間かかりますか、沖縄で。日露戦争もやっぱり本当にあったみたいで、河川の撮影に行って、前の日の晩からペットボトル冷蔵庫に入れてしっかり冷やしていても、現場着いた頃には、昼の12時くらいにはもうペットボトルの水腐っていて、飲んだらジンマシン出てきてたんです。平方大橋のとこ。前から、チャリンコに乗って。ごめんなさいね、もう自転車ってもう普通逃げなくなってきました、もう自分がもう。しっかりしてない状態に出来上がってしまってるか、もう今もお笑いの世界に向け。笑い話まっしぐらだから、死んだはずになってた長嶋茂雄さんが帽子かぶってこう、自転車乗りながら、もう真面目な声。こうやって自転車乗って、なこのじさんって思ったんですよ。あれ、なんかどっかで見たこと、あーって死んだことになって長嶋茂雄さんに。長嶋一茂さんの、その、他の番組、出てる番組か、YouTube か、TVer か、僕もね、アプリ広げすぎて、もう何で見たかも分かんなくなっているんですけど、なんか、この後、平方大橋で、うちの親父と会ってるとか言ってるんですよ。それ見たとき、僕どう思ったかって言ったら、いや、これ多分昔の放送やって思って、いや、一茂さん、お父さんお亡くなりになられてますよ。送ってるんですよ、ここ。騙されっぱなしですよ、本当に。いや、向こうは以上、長嶋一茂さんは本当のこと言ってるんですけども、けどまあ、カテゴリーは完全に騙してしまってる方です。まあね、ちょっとグレンダイザー U の話にもう一回戻りますよ。第3話見たはずなんですけど、もう笑いすぎて第2話。今も言いたい。とある宝石店の、地名の方言っときましょうか。東京都の、もうここまででいいでしょ。そのロコンパって書いて。目のせいで。そのボカみたいな、その方がもっとはっきり分かる。ああ、もう第3話覚えてない、もう覚えてないです。まあ題名にはグレイの皆さんとその会心の一撃、もうあれぐらい言わなきゃダメだと思いますよ。話の本筋はそっちやな。そうじゃなく、あんなに面白いシーンになる。グレンダイザーが暴走したりしてるのも、まあ、多分コンピューター制御なのか何なのか、まあ、むしろまあ、電波というか、サイバー攻撃なのか、僕のホームページでいろいろ文字変えられたりとか、あれね、コメント欄のところまでね、一文字変えられたりしてるんですよ。他の人の動画でコメントした時に、一文字変えられたりしてます。で、そのサイバー攻撃の幅が広すぎて、そう、だいぶあれなんですけども、あれ、口癖であれって言っただけで、あれについて大した意味ないです。まあ、サイバー攻撃のことなんですけども、だいぶ僕もやられてるんで、ちょっとね、まあ、あれぐらい書かなかったら、そのサイバー攻撃とかコンピューターの世界がいかに危険かっていう話の本筋は多分最終的にはそうなると思うんですよ、グレンダイザー言うって。アマゾンプライムビデオで月間580円払ったんですけども、
そっから3話から先まだ見れます。なんか購入とかなんか書かれていて、こんなの時間の問題なのにとか思いながら、まあアベマの方で無料で見れますよ、地上波で放送してるわけですから。間に CM4 本とか入れられて来れます、来られますけど、意味はね、あのスマートフォンとか一応 iPad とかって小さいじゃないですか、使ってる資源の量は少ないから、もう極端な比較で言うと、40インチのテレビと比べたら資源の量とか、40インチの薄型テレビで思ったら重たいわけじゃないですか。それだけ資源をたくさん使ってるんで、まだ、こういう風なもので見てもらった方が使ってる資源は少なくなる、エネルギーの残存量問題に対応しますっていうことなんですよ。はぁ、3話か、もう一回見直すべきかどうか。敬語じゃなかったら危険なので、画面に向かってこう目線合わせて言えない。あさっての方向向斜め方向向いたりしてやってるんです。あさってに一体何が起きるやら、もうあさってって言ってしまった後ですからね、もう今さら26本も話して取り直しする気もないですし、会心の一撃って会う心って書いてるじゃないですか、会心の一撃。それはこう激凛がどうこうみたいに、破滅の末路とかなんかそういう、あのまあ一応漫画の、じゃあアニメの内容に、まあ最初に多分漫画があったと思うんですけども、まあアニメの内容に沿って、その惑星間の、まあ、国家連合同士の戦い、いやまあ地球に降り立ったから地球も連合巻き込まれて一人誰か来ただけ話どんどん膨らんで繋がっていく。一応ちゃんと表現してます。あともう一つ、あの変身するとき、あのデューク・フリードはそのまあ完全にスターク・フラッシュ、アイアンマン、アイアンマンのスタークさん、科学の分野、まあさすがにそれは原作では出てこないでしょうけども、どうせ多分誰か動画で作るんじゃないですか、アイアンマンが一緒に出てきたりとか、アイアンマンスタークさんが作ったとか、そのうちスタークさん、なんであの人だけアメリカであんなに科学技術発展してた、まさかのあのハルクと互角の勝負をしてる。いやそういう映画あったんですよ、あのアイアンマンがさらにハルクと同じぐらいの大きさまでパワーアップされた、あの装甲というか、もうロボットというか、まああのもともと日本でもあったんですよ、ロボットの中にロボットが入っていって、それ発売されて、まあその頃と比べたらまだゲームの方がね、おもちゃ買われるぐらいだったら資源の残存量問題で、まだファミコンのカセットは軽かったですよ、まあ、今はダウンロードで何とかしてっていう話で、うん、あとはまあね、あのスタークフラッシュって言った瞬間もこちらまあもうスタークさんも輝いた後ですからね、あの役をされたかなり5年、今頃はもうかなりご年配の方だとは思いますけど、まあその結局スタークさんという名前で、スタークという名前でこうアイアンマンとして出てきてるから、役者さんの名前全然多い。他国の僕からしたらごめんなさい、本当にもう業界広がりすぎて、さすがにシルベスタ・サロンさんはシルベスタ・サロンさんですよ、ドッキーとはさすがに言いません。
アーノルド・シュワルツネッガーさんも、まあ今の若い人たちがターミネーターばっかり見てたら、多分、ターミネーターって覚えられると思う。実名でテレビ出るもん、それは役者する時も、その漫画とかアニメの時のその設定された名前がありますから、それぶち壊しにしてくれてきて、どんなことになるかももう分かってるんで、まあそこはちゃんと役者名とかも名乗ってるから、まあそれが本名かどうか分かりませんけど、まあ全員本名じゃなきゃダメですよ、本当に。もう、もう今もレッドか。カブトコウジが勝手に乗ろうとして、お前乗んなみたいな無言の光景 あれ多分おでこぐらいの位置からビーム出てませんでしたっけ。で、まあ、グレンダイザーの特徴、目は金色で金メダルですよ。で、相手のまだ3話、3話で出てきたのかな、相手のそのベガー星連合軍のその一回り大きそうなロボットの赤く燃えてるの、燃えてる状態、その先にあるのは金メダル。最初からもうグレン対座右、もう金メダル取った人、先輩後輩のうちの話。はい、グレンダイザー U の勝ち、グレンダイザーの勝ちっていうことで。まあ、けど死んだことになった人はもう欺いた人ですからね。死んだことまでネタにするのかっていうことになってしまいますから。ネタというか、死んだことまで、違う、死んだことまでいつあるのか、僕は本当のこと、真実を公開している方です。さすがにもう31分で終わりませんでした。いや、もうそろそろ終わろうかなって思ってたんですよ。特に下の、秒間、収録時間見てなくて。で、自然と31秒で終わるかなって思ってたんですけども、笑ってる分、話すこととかが、こう、間が伸びたりとかして、で、それでまあ最終的にこうなってたみたいですね。一応チャンネル登録したら着信通知の設定になるみたいですね。ああ、どうやらそういうことだったみたいです。いろいろ皆さんお騒がせいたしました。チャンネル登録で着信通知の設定来るみたいです。以上です。皆さん、今後もご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。河川の撮影に行くお金一切ありません。 銀行の口座の中身、現在4万円台です。 リーチ。オリンピックのサッカー、もうこっち完全放棄、もう絶対関わりませんから、本当に本当に。試合開始時間みたい、夜中の日本時間で2時、その次4時4時って。付き合いきれない。もう多分もう、フランスの大会は多分日本人選手が活躍しちゃダメなんですって、きっと。法の下に平等とか、もういろんなことをもう今まで言ってきました、結果の出方とか。多分そうだと思いますよ。だから最初から正解は、今回のオリンピック参加しません。これが多分正解だったんだと思いますよ。オリンピック選手全員集合。まあ、海外の現地の人で日本人の人をいろんな理由を持って勝たせようとしてる人が現れたらどうなるかは分かりませんけどね。だってね、僕日本人ですから。メジャーリーグ、その、去年ね、レンジャーズ初優勝、もともと僕が言い始めたことでしたし、その、ワールドシリーズ優勝したことのない球団が優勝するべきだっていう。できると言えば、もう結果出ましたから。まあ僕はもう寝ときますよ。もう動画も恐る恐るですよ、結果。そこうとかも、もう恐る恐る。どうすればこう関わったことにならないような形になるんだろう。牛音虎もなんか2015年から
こうテレビで放送されたみたいですけども、一応まあリメイクなんですよね。まあそれちょっと見てみようかなと思って、まあ最近動画 YouTube で、牛音虎の最終回がこれがもう泣かせるとか胸にくるとか、まあそういう風な形をね、このシーンがっていうような、まあ牛音虎を描かれた作者の方の作品はやっぱり結構いいですよ。カラクリサーカスとか最初んっていうような、まあ大体そういう始まりの仕方なんですけど、最後の方きちっとちゃんと良い話で締めくくりますから。月光条例は途中でものすごい僕ね、漫画喫茶でも泣きながら読んでましたよ、本当に。本当、こう、嘘って思う。うわ、漫画喫茶で泣いてるっていう。あんまりにも悲しいお話すぎて。よくもまあ、ここまで書けたものだなと。まあ、そういう意味ではね、まあ、まあ、腕は終わりの方で。マジンガー、グレンダイザー U の第2話と比べるとどちらがいいか、まあ意味合いはまあまあ感動させる、ではすごく腕が牛音虎の作者の方は終わりであると、そういうスタッフチームの方は おかしいのではきマジンガーグレンダイザー U、 グレンダイザー U のスタッフ絵も綺麗だし顔面パカッと、なんか、小さいのを持ち上げてくる。いや、この人物が司令官だったはずや。調子乗った新人の若手が、こう、戦い挑みに行ったやつを持ち上げて。法律のこととか頭の中よぎり始めたら、司令官が指示したんでしょうって。その嫁が中身がこう入り込んでるの話なんかスポーツの勝ち負けとか、まあこの間松井秀喜さんの動画が出てきてましたけども、まあね、僕は貸し上げた方ですよ。親善試合のね、普通に1球目打ってもホームランにならなかったみたいで、2球目でね、頭の中プラス筋力とかもそれ賞ですから、少年野球のホームラン打てるかどうか渡しやすいっていう環境ですね。すんなり頭とその筋力両方ともこうしっかり渡せてるっていう状態。まあホームランが出ましたよまあね、大左右の第2第1話見た後第2話見て、それから試合開始どちらのチームが勝つのか、ペナントレースで決着ついてからそれ1回しませんもん、もう順位ついてから、その見た後真剣勝負本当にみんなでするけども、どちらが笑いこらえるの、気持ちの切り替えとか野球に集中できてるかとか、まあ最後の方の試合残りね、3試合5試合とかなったらもうほとんどの球団がそうだと思いますよ。もう順位もうどうでもいいやっていう状態で、しますよそのもうこの話聞いただけでも爆笑でしょあとはもうおでこからその勝手に乗るなのレッドカードのようなピンおでこ本当はグレンダイザー大きく据えられる少林寺拳法おかしいなぜお坊さんが拳法を使えるんだってここ戦う方の武術本当は人を殺めたりとかして頭丸刈りにして反省して、で当時で石鹸とかなかったから丸刈りめちゃめちゃきつかったと思いますよ、頭血まみれだった
ってたんじゃないですか。さらにそこにお給水クリリンとかのお給を据えられたと、ドラゴンボール、ドラゴンボールぐらいが僕の唯一の思い出せる記憶の証拠です。お給を額に据えられる人なんか今まで見たことあります？まあ自分の国で暴走を本当はしてなかったグレンダイザーのお給どうしましょう。頑張って守ってた正当防衛を教えたロボットっていう存在ですけども、審判勝手に乗るなレッドカけど審判 もうスポーツ界の人たちもう心当たりあるからもう分かるでしょ。ストライクゾーンボールって言ったりボールゾーンをストライクって言ったり途中から話合わせてきて低めのストライクゾーン途中から取り始めたでしょ。あれメジャーと他世界中で同時にそうしてるから、まあスポーツの勝ち負け絶対降りてきますから本当にこれこれだけはっきり言ってもうむしろ清々しい。もう本当にねもう何があろうともうこの間もマスターズの試合もう問答無用でロッテのチョコパイ食べてましたから夜他のプロ野球の試合とかいろいろ終わったともうほとんどそれストレス松山英樹の成績一気に加工してましたあなんかそれでねまあ昔、数年前に世界ランキング1位にしたわけじゃないですか。法の下の平等から考えていくと何かむしろ良いことをした感があるんですというわけです。まあどこからどこまで皆さんが参加するか分かりませんけどサッカー界のグレンダイザーいろんな話見てからしちゃんと正式もみんなで告知して各番組でまあ能登半島の話も一応ありますけどその博物館がね長井豪さんまあ能登半島にあるらしいですけどもあとは唯一ユーミサヤカというキャラクターあと他は、まあ、また探しは出てくるあ出ていたあのスカート短いのもうズボンでええやんってもう見てる方がややこしいはあまあ動画でもその辺突っ込まれてましたけどねまあ僕も一応言っときました。以上です。